オマー・ラファエル・インファンテは、ベネズエラ・アンソアテギ州プエルトラ・クルーズ出身の元プロ野球選手、右投右打ち。1999年にデトロイト・タイガースと契約。2002年9月7日に、フランシスコ・ロドリゲスに次ぐ、リーグ2番目の若さで、メジャーデビューを果たした。この年18試合に出場し、打率333を記録した。2003年はラモン・サンティアゴと出場機会を分け合いながら、主に遊撃手としてプレーし、69試合に出場した。2004年1月8日に、遊撃手のカルロス・ギーエンがトレードで加入したため、この年は二塁手にコンバートされることとなった。2004年は前年オフに獲得したベテランのフェルナンド・ビーニャとのポジション争いを制し、打撃部門で、自己ベストとなる142試合に出場し、16本塁打、55打点を記録した。二塁手以外にも、遊撃手、三塁手、外野手も守り、ギーエンと同じく、前年オフに加入したイバン・ロドリゲスらともに、チームの最下位脱出に大いに貢献した。2005年は開幕当初は二塁手としてプレーしていたが、ギーエンが怪我で、長期離脱を余儀なくされてしまった。そのため、タイガースはインファンテを遊撃手に移し、チェイス・アートリーが台頭し始めていたフィラデルフィア・フィリーズから攻守の二塁手であるプラシド・ポランコをトレードで獲得することでギーエンの穴を埋めた。結局、遊撃手と二塁手をほぼ半分ずつ守りながら121試合に出場。2006年はユーティリティプレイヤーとしてチームのワールドシリーズ進出に大いに貢献した。2007年は出場機会こそ少なかったものの得点圏打率413をマークし持ち前の勝負強さを発揮した。アトランタブレーブス時代2007年11月12日、ジャック・ジョーンズが野手とのトレードでシカゴカブスへ移籍し、同年12月4日にトレードでアトランタブレーブスへ移籍した。2008年は150打数以上を記録したシーズンとしては自己最高の打率。293をマーク。得点圏打率も341と2年連続で340以上の数字を残し93安打で40打点を叩き出した。一方で2004年には13個も記録していた盗塁は一つもできなかった。2009年1月12日に2年340万ドルの契約をアトランタブレーブスと結んだ。2010年はオールスターに初選出された。2010年11月16日にダン・アグラとの1対2のトレードでマイク・ダンと共にフロリダ・マーリンズに移籍した。2011年9月27日にマーリンズと2年800万ドルで契約延長したことが発表された。デトロイト・タイガース時代2012年7月23日にジェイコブ・ターナーら若手3選手とのトレードでアニバル・サンチェスと共に古巣タイガースへと移籍した。タイガースには5シーズンぶりの復帰となった。2013年開幕前の3月に第3回 WBC のベネズエラ代表に選出された。オフの10月31日に FA となった。2013年12月13日にカンザスシティロイヤルズと4年総額3000万ドルで契約に合意したことを報道され、12月16日に球団が発表した。2014年は腰痛で故障者リスト入りした期間があったものの、満塁の場面でよく打って自己最多の66打点を記録した。打率は252だった。守備成績は134試合で二塁手を守って11、失策、守備率 978DRS1 という内容だった。2015年は124試合の出場に止まり、規定打席到達を逃した。この年は、打撃面で不振に陥り、打率 220.2 本塁打、44打点という成績に終わった。また、選んだ四球がわずかに9個であり、出塁率は234という低さだった。一方、二塁手の守備では調子を維持し、前年比-1となる10失策。DRS3 という成績を残した。2016年6月15日にリーフとなり、23日に自由契約となった。2016年6月30日にブレーブスとマイナー契約を結んだ。傘下の3A級、グイネットブレーブスでプレーしていたが、8月16日に自由契約となった。2016年12月9日に、古巣タイガースとマイナー契約を結んだ。2017年12月6日に FA となった。もともと遊撃手だったが、2003年オフにカルロス・ギーエンが加入後に二塁手に転向。ギーエンが長期離脱すると遊撃手に再転向したが、ギーエン復帰以降はバッテリーと一塁手以外をすべて守るユーティリティ性の高い選手となった。しかし、2011年にマーリンズに移籍してからは、レギュラー二塁手として一本化された。それ以降も二塁専門としてプレーし、2011年から2016年シーズン終了時点までの間で二塁出場は705試合。それ以外のポジションでは三塁がわずかに6試合だけだった。ありがとうございます。